二日連続で感染者は600人を超えました。県は特に、松の飛ばない対策の徹底を求めています。20日、県内で確認された新型コロナの新規感染者、620人で、過去最多となった昨日19日に続き2日連で600人を超えました。また県内では、この1週間で、医師検査をしたうちの9割以上が、デルタ株ではすでに置き換わっているとしています。そ、上で、 これまでの新型コロナウイルスより、末のウイルス量が1000倍多いとして、特に飛沫感への対策の徹底を呼びかけました。県健幸福部、後藤美夫三ん時間も短く、距離も遠く、ま、雲、しっかり、声も小さく、しぶきが飛ばないす。手の対策をしていただきたいまた国立遺伝。研究所のゲノム解析では、県内のデルタ株は、トンドが関東からのものと判明し、 県は、特に、東への不要不急の外出を慎んでほしいと訴えています。